皆さんこんばんは、ななみです。今日は9月のお気に入りを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで9月はですね、ちょっと撮影場所が変わったりとかして、ちょっとこう環境が変わったっていうのもあって、そんなにコスメは変わっていません。最初に買ったといえば、まあこの辺、このイヴ・サンローランのクッションファンデーションとリップですね。これは JO1 が宣伝してたんで買って、こっちのリップに関してはレン君が使用していたということで、こちらを購入しました。こんな感じのね、ちょっとこう赤なんだけど、朱色っぽさも混じってるような感じのカラーになってて、私多分自己判断ではイエベなんですけど、すごく使いやすいカラーで、ちょっと今日のこの、服とかにはちょっと浮くかなと思ってつけてないんですけど、このカラー可愛くて気に入ってます。でこっちのファンデーションの方はここ単体でというか、セザンヌの縛りの時に半顔だけ塗ってみたりとかっていうのをやってるので、気になった方はぜひそっちを見ていただきたいんですけど、もうツヤ肌で、とにかく時短で綺麗を保ちたいという方にはめちゃめちゃおすすめのクッションファンデーションです。ていうか、もうこのパッケージが可愛すぎて、これでなんか買っちゃう人も多分いると思う。まあ現に私も多分 JO1 が宣伝してなくてもちょっと気に合っちゃってた感じの、パッケージでした。可愛い、本当に高級感ありすぎな。もうこれ置いといて、なんかコスメとパシャって写真撮ったらもうバイバイじゃん。可愛すぎ。で続いてなんですけど、これはね、私が買ったんじゃないんですけど、こちら、じゃじゃーん、シュプリームの、リップになります。かわいいでしょ、これパケがこんな感じで、シュプリームって書いてあって、もうこのパケはさすがに捨てれないと思って取っといてるんですけど、私がネットで見てて、もうどうしても欲しいみたいな感じで言ってて、シュプリームのそのなんか11時から始まるやつやってたんですけど、勝てなくて、もう家で普通に作業してる時に荷物届いたんで、なんだろうと思ってパッて開けたら、これ入っててもうね、旦那愛してるよってなったね。別に物もらったからとかそういうことじゃなくて、もう普段からめちゃめちゃ愛してるんですけど、恥ずかしい、だから恥ずかしいけどそのね、リップをね買ってもらえたんです。マジで嬉しい。こんな感じです。もう超可愛くないですか、これ。使いたくないんですよだからまだ一回も使ってないんです。いやでも使わないと意味がないでしょうということで、多分ね今日のこの格好にはすごい合わないと思うんで、黒とかの服の方が多分すごく合うと思うんですけど、塗っていきたいと思います。まず色味がこんな感じです。わー、ちょっと待って、私も塗るの緊張するんだけど、わー、赤ですね。赤って感じいいわ、なんか結構スーッと塗れた。これをね塗っていきたいと思います。ちょっと緊張する。めっちゃすごい、すごい塗りやすかった。ああ今日の服に合わないのがちょっと残念だわ。はい、今塗り終わりました。こんな感じです。どうでしょうか。この唇の色味だけを見ていただきたい可愛い。結構薄めに塗ってこんな感じなんで、結構発色はいいですね。軽めのリップ久々につけたかも。結構深い感じのカラーを最近つけてたので、可愛い。やっぱ赤リップいいな。いやもうカバンからこんなの出てきたら、シュプリームってリップ出してたんってなるでしょ。もうほんと可愛い。旦那ありがとうめちゃめちゃ可愛い。もうこれはちょっとプレーネを出さないと買えないみたいなので、気になる方はちょっとね、いろんなそういうメルカリとかで売ってるのかな、で見ていただければなと思います。かわいい、最高。はい、続いてはこちらです。今日もね使ってるんですけど、こちらのスックの新作ファンデーション、ザ・クリームファンデーションになります。こちらももう動画で出してるので、単体でこうデビューとか見たい方はそっちの動画を見てほしいんですけど、これマジで綺麗すぎて、前回のスックも大好きだったんですけど、それを超えました。私はツヤ肌が好きだし、保湿感があるものがやっぱり秋冬は大好きなので、もうそれを全部叶えてくれるようなファンデーションで、なおかつすごかったのが、その長時間経ってもテカリじゃなくてちゃんとツヤに見えるっていう素晴らしさ。でも崩れたのかもよくわかんないぐらいすごい綺麗で、もう超感動のファンデーションですね。色味の感じが黄みっぽさが抜けて、
今日見てもらえば分かると思うんですけど、すごく馴染みのいい感じのカラーになってます。私は110番を使ってるんですけど、めっちゃ私には合ってるかなと思ってます。私こう単体でもう動画出してるものに関してはそんなにこうお気に入りのなんかこの回に出したりしないんですけど、すっごい肌が綺麗に見えるし、もうカバー力もあるし、もうなんか本当言うことないですっていう感じちょっと雪地ファンデと言われるだけあって高いんですけど、もうそれなりの答えをもうね出してくれるような感じなので、チェックしてみてほしいです。はい、続いてはこちらアンプリチュードのクリアリップコートになります。なんていうの、リップを落ちづらくさせるためのもので、なんでこれスポイルタイプにしたんだろうっていう疑問ではあるんですけど、こんな感じの本当透明なグロスになってて、これ分かりますか、唇にちょっとマットっぽいカラーをつけてるんですけど、その上からこれをねつけるだけで落ちづらくなるんです。ただこうマット系が好きな方にはなんかここで潤いを足してしまうのは嫌かもしれないんですけど、本当にこれをつけるだけで今のこのマスク生活でこんなドンピシャなコスメ出ちゃうっていうぐらい、これをつけただけで落ちづらくなるので、これすごい気に入って使ってます。なんか全然ベタベタとかもしないし、かといってすごいなんていうの、油っぽいこうサラサラした感じでもないので、前に塗ったリップを溶かしてしまうような感じがないんですね。このマスク生活でちょっとリップを諦めてる方に使ってほしいなと思ってるんですけど、これをつけるだけでマジで持ちがいいから、気になった方はねぜひねチェックしてみてほしい。これは、まあ、匂いとかも特になんかすごい臭いとかそういう感じもないので使いやすいと思います。ちょっと潤いが足されたなぐらいな感じなので、めっちゃグロス塗ったって感じにはなってないかなと思います。うん、なのでマットの上から使っても全然大丈夫です。うん、いいと思う。私はこれちょっと足したぐらいの方がこのリップも可愛さが増すんじゃないかなと思ってるんで、はい、いいですね。続いてですね、続いてはこちら、ちょっと爆弾に見えるかもしれないんですけど、ティッシュ入れなんです。もう超可愛いと思って、こうやって見ちゃうと本当なんか爆弾っぽいんですけど、これのツヤありのなんかグレーっていうかアイボリーみたいなカラーも買ってて、そっちはリビングに置いてるんですけど、このメイクしてるデスクに置いてます。これすごい可愛くて、これねパッて開けると棒が入ってるんですけど、そこにこうティッシュの箱を横から開けて、こうその束をここに重ねるだけなんです。でここにはめて、で上からこうかぶせてこう回すだけでこの爆弾が出来上がりますこれめっちゃ可愛いの本当に。なんかティッシュはティッシュでもちょっとなんかティッシュ置きっぽくないものを探してたので、その時に楽天で見つけたんですけど、もしティッシュケースでなんかちょっと変わったの欲しいなって思ってる方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は9月のお気に入りを紹介させていただきました。もう今日紹介したものに関してはもう全部が全部気に入りすぎちゃってどれが一番とか特になくもう決められないっていう状態なんですけど、もし気になるものがあったらぜひねチェックしてほしいなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。